中央の U 字状の管がヘンレのループ U 字の左側がヘンレ形体かアンギャネフロンにおける各物質の動きヘンレ形定のカアンギャはヘンレのループの前半部分を構成する細尿管の一部分であるヘンレ形定かアンギャにおける物質の透過率は以下の通りであるまた随質部の細胞間液は濃縮され随質部としたアンギャとの間に大きな浸透圧が生じる このため、下アンギャで、尿は、劇的に濃縮される。下アンギャにおける、浸透圧は300モスモール、L から1400モスモール、L まで達する。上皮組織は、簡単な立方形である。それらは、直細血管の血液の血上部分、ヘンレ系低太い上アンギャの上皮組織の厚さで、見分けることができる。ヘンレ系低上アンギャのように下アンギャにも厚い部分と、 薄い部分がある。しかし、その二つの部分は一つの構造として扱われるため、この区別はそれほど重要ではない。太い下アンギャは、細い下アンギャほど重要でないので、下アンギャと、細い下アンギャは、同義として扱われる。単に、細い足と記述する文献もあるが、これは、変例形態の細い上アンギャも含まれる。アーカイブされたコピー。 2006年5月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2006年11月25日閲覧。フィジオロジーアット MCG7、7CH08、7CH08P09。AB フィジオロジーアット MCG7、7CH07、7CH07P09。オーグナラジーアット UC デービスユリンリー。ママル、マドゥーラ、マドゥーラ1。 ママル、キドニー・マデューラ、ヒストロジー・アット・ビーユー15804ロア。ありがとうございます。